と左だ。時間ないぞ。ライトを調整しろ。プレジデント、ネクタイ確認します。急げ急げ。一番と同じようなもんだろう。ああ、魔鋼溜まりが近い。行こうぜ。どっから降りるよ。お、こりゃいいな。先行くぜ。やった。あっ、ふっ、とっ、思ったより怖かったね。思うからだ。たまりもなさそうだな。このクラスの機動兵は巨大モンスター用だ。最新鋭だろうな。もし俺たちの前に現れたら、その時は逃げた方がいい。ああ、お年目の時間で助かったぜ。賑やかだったぜ。ああ、you
備しろ。ティファ。ん？タイマーは何分だ？何分でもいいぜ。今回はリモートスイッチ式だ。ジェシーが作ってくれたの。安全圏まで離れてからポチドッカーン。安全圏ねえか、飲もう。脱出ポイントは正面口だ。シンラカンパニーはマコーロの爆破予告を分析し、爆破の対象を5番と特定。施設内にて実行犯を発見し、現在追跡及び爆発物の探索に当たっています。続いて各地の反応です。はい、こちら5番ガイスラムです。爆破対象の特定報告を受けて、シンラカンパニー危機対策本部からの避難勧告が通達されました。1番マコーロ爆破事件に続く連続爆破実行犯の非道な犯行に非難の声が巻き起こっています。プレジデントシンラは市民の暮らしを侵す脅威を断固排除すると宣言しています。さあ、不満をため込んだ市民にとびきりの娯楽を提供してもらう。クライマックス。デカ物、我が社の誇る最新鋭の大型機動兵、エアバスターによる東海制裁だ。整備班から報告です。エアバスターの整備進捗は現在 60% で、想定より遅延しています。撮影中だ。艦内の警備担当に通達。侵入者を速やかに捕獲し、ブリッジに連行しろ。おとなしくしろ。振り返る。出会った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 。受けてます。刻む。くれ。ここで仕掛ける。このままじゃシンラの思うつぼってことだよね。ああ、奴ら好きなようにニュースを捏造するぞ。悔しい。いや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 、そうはいくかよ。ああ、公開制裁って、あのデカブツをぶっ壊してシンラに赤っ恥かかせてやろうぜ。ああ、悪くない。ハイデッカー同化する通達。速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。繰り返し。速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。
彼らが何してたか調べるぞ。バレット・クラウド、これ見て。あのロボットの部品をリフトで運んでるみたいね。邪魔してやろうぜ。整備不良に持ち込めるかもな。賞賛あり。操作盤を確認してみよう。操作盤ってのはあれか。カードキーがいる。探せ探せ。この辺りで誰かゴソゴソしてなかった？見つかったの？ああ。よっしゃ、操作盤をいじくろうぜ。M ユニットって書いてある。これが部品かな。マテリア溶液を使った強化パーツだ。邪魔できそうか。リフトの行き先を廃棄に切り替える。見られているんだよね。ああ、撮影中だろうな。今さらどうしようもねえ。せいぜいいい顔しようぜ。切り開くぞ。終わったな。1枚だけ。操作は一度だけか。リフトは2つなのに。クラウド、決めて。どこに行くの？おそらく廃棄物を集める部屋がある。ビッグボンバーだの、 AI コアだの、結構なお宝があるんじゃねえのか。かもな。いただいちまうか。部屋が見つかればな。
いいか、みんな聞いてくれ。シンナの言うことは全て嘘っぱちだ。魔鋼は星の命だ。シンナは星を食い物にしてる。だから。バレット、いきなりどうしたの？放送されんなら言いたいこと言っとこうと思ってな。音声はカットだろうな。1枚だけ。でもリフトは3つだ。選ぶしかないね。AI コアを廃棄しました。ハイデッカー悔しがるね。どっちが制裁されることになるのかな。楽しそう。神羅をぶちのめす姿がミッドガル中に流れんだろう。笑いが止まんねえよ。もう踊り出したりしないでね。お、一緒に踊るか。クラウド君もどうだい。遠慮しておく。リフトは4つだ。カードキーがもっと欲しい。こっちは AI コア。他のも確認して決めるしかないね。私も同じことを思ってた。AI コアを廃棄しました。これで整備が遅れるよね。ロボット、弱くなったかな？やるだけのことはやった。どうよ。すぐ出口だな。ティファ、爆弾のスイッチは？準備はできてる。デカ物をぶっ壊したらポチッと行くぞ。うん。邪魔は負けるわけがねえ。バ
レットってば。やるだけやった。あとは出たとこ勝負だ。整備の状況は？ AI コアが不足、現在緊急対応中。急げ、統括がお待ちかねだ。よし、まだ整備中だ。侵入者だ、捕らえろ。整備時間を稼ぐんだ。勝利のポーズ考えとくか。全員で決めてやるのさ。中継されたら流行るぞ。断り。あ、行き止まりが。パイプ登れないよね。他を当たろう。何かいる。露骨な誘導だ。最後に勝っちゃいい。何があろうと俺たちはセブンスヘブンに帰る。必ずだ。絶対だ。うん。マリンにただいまって言おう。もちろんクラウドも一緒に。ね。スマイルを忘れるな。報酬次第だ。
さっさと開けろよ。緊急ロックモードだ。閉じ込められたってこと？あの部屋から開けられる。めんどくさいことしやがって。あの先には廃棄物を集める部屋もある。整備を邪魔したアイテムが集まってる。お宝部屋か。よっしゃ、さっさと行こうぜ。どうやって開けるの？仕組みは簡単だ。レバーを同時に動かせばいい。ここは任せて。俺がここだ。お前は残り物な。現在緊急ロックモード有効です。レバーを同時に動かすんだよね。じゃあ俺が温度を取るぜ。いや、ティファだ。ああ、その通りだ。くそ。まあ二人ともよく見てね。行くよ、せーの。緊急ロックモード解除しました。おっしゃあやったね。すごい、息ぴったりだった。そうだな。お宝部屋も覗こうぜ。ここがお宝部屋か。開けばな。開かないの？最上級のセキュリティロックモードだ。あっちのとは違うのか。同じだが、こっちは何度か繰り返す。はっ、楽勝だぜ。うん、やってみよう。現在、最上級セキュリティモード有効です。二人とも、私に合わせて操作してね。じゃあ、行くぞ。ティファに合わせるんだ。わーってる。さあ、ティファ、頼む。最初の入力、行ってみよう。せーの。ちゃんと向きを合わせて。頑張ろうね。せーの。セキュリティモードレベル1解除。2人とも完璧。この調子でいこう。次いくよ。せーの。セキュリティモードレベル2解除。やった、コツをつかんだ。おうよ、どんと来いだ。神羅の鍵という鍵を開けてやら。半分終わったね。もうひと踏ん張り。せーの。はあ、息を合わせよ。しっかりね。せーの。悪い。めげずに行こう。せーの。セキュリティモードレベル3解除。大成功。怖いものなしだね。これで最後だよ。気を抜かないで行こう。せーの。セキュリティモードレベル4解除。廃棄室のロックを解除します。よっしゃあ、神羅め手こずらせやがって。思ったより早かったね。二人ともご苦労様。ティファもな、合わせやすかった。掛け声に心を込めたからね。
だぜ。ソルジャーだ。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。まあ役に立たなくなるものも多いな。ソルジャーのシーンで最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーならみんな知っている。もちろんだ。こっちは無視かよ。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆くものほど浪費する。そう、それよ。浪費について話そうじゃないか。魔鋼の正体はライフストリーム。ライフストリームは星を流れる。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。はあ、吸い上げているのは確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。魔鋼の本質など誰もが知っている。それでいて見て見るふりをしている。そう考えたことは。んなわけあるか。仮にそうだとしても、てめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えんよ。さて、スラムの同結社、君たちは今から敵国軍隊の手先だ。市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。軍隊だと、なんだそれ。ネズミどもには理解できない。何してやがる。これは貴様らの作戦では。我々が入念に計画した戦意洗脳広報作戦なのだ。よって爆破のタイミングも。あ、シンラが決める。さあ、ショーの始まりだ。ミッドガル全市民の敵アバランチ。ブータイとの競合による罪状は明らか。貴様らを即刻粛清する。みたいな言い方をするな。クラード。言うな。